皆さんこんにちは。モゴモゴもごもご입니다。現在の韓国で大王と呼ばれるのは2人いますね。えー、国立の19代王の桓下東大王と朝鮮の4代王の西宗大王です。桓下東大王は武。 朝鮮のてンケットではんはやっぱり広大な領土拡張したということで手腕で正循大王は科学、天文学、音楽、文字などさまざまなところでえ朝鮮半島の繁栄をもたらしたので大王と呼ばれていますね。 今日はその中で成城代表の業績を語りたいと思いますが全ての業績を語りますと一日もかかってしまいますので実際成城代表は業績があまりにも多すぎて今の韓国でもお金とか、まあ、お城の前とか銅像があるんですよねそれぐらいみんなに尊敬されているので、まあ、ものすごい業績を持てるんですよ、まあ、それを本当に今日言うのは、まあ、言いたい気持ちはありますが、まあ、言えないので今日は えハングルに関してハングルだけに絞って説明してみたいと思います。ハングルの正式な名前は、フンミンジョンウンと言いますね。で、このハングルこそ、正常大王の最大の業績と言えるんですが、ハングルという文字がすごいというのもありますが、えそもそもえ、住居の王として、えやっぱり民のためにえ存在しないといけないということで、フンミンジョンウン、つまりハングルという文字は、 えー、民のために作った文字なのでこれで清浄大王は宗教を通してすごい王だったということなんですよハングルが最初作られた時には実際こういった理由で作られたんですね朝鮮の言葉は漢字では表現できないしつまり漢字で書くには限界があったということなんですねで民が文字をわからないといろいろ大変なのでつまり詐欺をされたりでまたは民も文字が分かって勉強ができればこれは宗教的な理想なので,、えーなので 民のために28文字を作るということでハングルを作りました。これはまあ本当にまさしく、中共の王としては素晴らしい業績なんですね。 しかし最近韓国の中でもこのハングルを作ったのは実際正常ではないんじゃないかという疑う声もあって2019年の大野願いという映画を見てみるとハングルを作ったのは正常ではなくある僧侶という集長も出てきましたねでまたは昔からのこの説もありましたがまあ教科書にも実際こうやって載っているところ多いんですが正常大王は命令しただけで作ったのはの学者たちではないかという説なんですねもちろん考えてみると えものすごく忙しい朝鮮の王が特に清庄ワンは,はあちこち大変な業績を残したのでそういった忙しい人がこのハンクル車で作ったのは現実的では無理であると。 思うのももちろん分かりますが、えー、真実はどうでしょう今日はこれを語ってみたいと思います。じゃあ一旦まず僧侶がハングルを作ったということなんですがこの王の願いと映画は私は個人的にお勧めしません。なぜかといったら最近この説は、えー、まあなかったことになっているからなんですよ。 じゃあつまりこの僧侶がハングルを作ったのではないかという説は、えー、次の書籍が発見されたからなんですが、えー、この書籍はやっぱり分析してみるとその作成した時期の筆跡などがハングルの公開の意降のものということが最近分かったので、えー、最近僧侶説はあんまり支持を得てないんですねなので「王の願い」という映画はあくまで参考として見てくださいむしろドラマ「根の深い記をおすすめします じゃあでは韓国の教科書でも言っている学者たちが作っていたのではないかという説なんですが朝鮮王朝実録によりますと王が自ら28文字を作るというのを書いていました。もちろんこれは解釈によって命令を下した。 と言うかもしれませんがえただいろんな家臣たちのやり取りを見てみると例えばそのハングルを作ったと言われている機関の長がチェーマンリという人なんですがこの人はハングル反対派だったんですねいつも王とお話しする時に、えー、文字ををままたた作っっっってていいいらっしゃすすすか私は反対ででととう話をずっとやってたんですね学者たちが作ったかもしれないけれどもこの今から説明する理由を見てみたらちょっと皆様わ分かると思います じゃあ最近の研究によりますと面白いのが発見できました。フンミンジョンを詳しく見てみると今私が赤い丸をしているところを見てください。えー、ここにヒントがあったんですけど面白いんですがこの漢字を解釈してみると「おう」が子供と「 楽しししいいい仕事をしてるると翻訳されるらしいですね、えー、つまりこれを見て、えー、もしかしてハングルはョンと息子たちが一緒に作ったのではないかということなんですね、えー、最近の研究によりますと古代王の文庄と七代王のョンと一緒にハングルを作ったという説が強く上がっているんですよ それ以外の記録もたくさん発見できました。実際、チェマンリからのこういった話があったんですが、聖者がつまり文章ですね、文字作りに夢中になって、帝王学を勉強する時間が足りないんですと言って、ハングルの判断意見として、これはまたセジョン大王に言うんですよ。つまり、文章が文字作りをしているということは、セジョンと文章が一緒にハングルを作っていたということなんですね。まあ、それ以外にも、セジョン大王の娘、チョンイゴンジュという ががいますが、えー、これは非公式記録ではありますが結婚さっきのまあその家計の記録によりますとその中でこのジョミー・ゴンジュの記録に文字作りで解決困難の部分があって成城大王がゴンに助けを求めたんですがそれが ゴンジュがすすぐ解決したたと書いていてんですよつまり、昆虫もハングル作りに参加したのではないかなと思いますね。いろいろ記録があるんですが、それ以外にも、安平グンとか長安寺軍など、セジョンの息子と娘たちがハングル作りに参加したのが、最近の研究で少しずつ分かってきました。 えー、これは私の個人的な考えとしては子供もわかるような文字を作るためではなかったのかなと思いますね。 とにかく、成城大王がハングルを作って、まあ、家族と一緒に作ったことになりますね。えー、その後、成城大王の,このおかげで、民間ではハングルが広がることになります。特に、平民と情勢の間で広がることになりますね、えー。こういった話をすると、日本の方の中で一部の方は、いや朝鮮のハングル普及率は低かった。ほとんど日本がやってあげたと言うんですが、それはちょっと解釈の違いがあるんですよ。朝鮮 全体の50%が先民だったんですが、先民は残念ながら朝鮮、つまり中世時代の目線から見てみると、えー、ちょっと言いづらいけど、人間ではないんですよ、家畜と同じなんですね。 こういった家畜たちに帽子、えー、を教えるのはあの,あの生存代をすらも考えていなかったと思います。えなので実際、千民は、えー、パーセンテージに入れたらいけないんですよ。千、えー、民は試験を受ける資格もないし、娯楽をやる時間もないので、帽子を学んだとして何か得すること全くないんですね。なので、千民は除いて話す必要があります。えー、実際、記録を見てみても、やっぱり女性たちの小説が娯楽としてハングルも広がったし、 朝鮮の王の、えー、子供の時のハングル子供が使う文字として流行っていたのが、まあ、いろんな記録を見て分かりますねつまり先民は勉強してなかったけど平民たちは勉強していたことを覚えてください、えー、ただし日本帝国時代になってからは身分制度がなくなったので、えー、先民とかもなくなったので、えー、国民だったら誰でも文字が勉強できるようになり、えー、日本帝国の前半はハングル普及に近い を注いでたことか,は分かりますじゃあしかし日本帝国前半は良かったものの日本も結局1930年戦争に巻き込まれてしまって軍国主義になってしまいますね。えー、その時は 朝鮮と日本は一緒だというその考え方を朝鮮に共有してきて皆さんも見ているポスターのように朝鮮語使用禁止が下されますねこれは沖縄にも似ていることがありましたね方言譜だとか皆さん聞いたことあると思いますがこの時期は日本帝国はハングルというのを使用禁止します ただし、朝鮮語学会というのがありまして、朝鮮語の辞書を、えー、日本の反対にもかかわらず完成させるんですね。それで朝鮮の言葉と文字を守ることになり、えー、韓国が独立してからは、ハ、えー、ングルをまた取り戻すことができました。その後からは、漢字プラスハングルのような形で使われていたんですが、えー、おそらく私の記憶では1990年頃までだったと思いますが、1990年頃からは、その そろそろ漢字はやめましょうという運動があったと思いますえそれで2000年頃になりますと完全ハングル専用になりますねでこれによって最近問題というのはやっぱり、えー、ニュースとかでも漢字が使えなくなったんですよ これ最近の椅子なんですが、え韓国の漢すら、えー、テレビが間違ってしまいますね。それ以外にもインチョン空港でもこうやって漢字が間違ったり、ロッテデパートでも漢字が間違ったりするのも面白いですね。えー、ただ、これに対しては一部の日本の方は、韓国人は漢字を学ばないから頭が悪いという意見を私も何回か聞いたことありますが、えー、せめてもごもご見ている皆さんを覚えてください。そうなりますと、ローマ字を使っている国の人は頭が悪いんですかというところでちょっと反撃してください。 ね、えー、漢字を使わないいから頭が悪いも,しあもちろん漢字を使わないから私たちにはできなくなった、えーまあ、スキルがあるかもしれませんがその分の余裕で漢字を学ばないというその余裕の部分にまた他のところで使っているということで覚えてくださいね簡単に言いますと昔の人々は電話番号とか全て覚えていたんですが今は電話番号を覚えなくてもいい時代になってじゃあ皆さん今の人々が昔の人に比べて頭 が悪いんですかどうの余裕を他のところに使っていることでちょっと理解していただければ幸いですね。 じゃあ最近は俳優のおかげで世界で韓国語の人気が上昇中なんですが、えー、皆さん日本語能力試験 j a p t で聞いたことありますかこれは年間およそ136万人ぐらいが受けているとても大きい人語試験なんですが、えー、最近韓国もトピックという試験がありまして2020年のコロナを除いたらまあ上昇していて最近は年間およそ40万人ぐらいが受けている試験になりましたこれとても面白いんですが韓国と日本の人口割合ぐらいなんですね、えーじゃあ とにかく、えー、最近はヘ、えー、ジョン大王が作ったこのハングルが、えー、世界に広がって学ぶ人も多くなったとことを覚えてくださいね。私はもごももチャンネルでいつも言っていますが、まあ、どんな文字を使っているから優秀で、まあ、どんな文字を使っているから やばんでということは、えー、せめてこのチャンネルはやめましょう。お互いとても素敵な歴史と、あのー、その目的を持っている文字を持っているんじゃないんですか、えー、お互い素晴らしい言語を持っている、まあ、隣同士の国として、お互い尊重し合う気持ちを持ちましょう。それが、もごもごチャンネルの目的です。今日も聞いてくれて、ちんちゃんちんちゃん、ごまおよよ。여ぶんあんにょん。